ープ。あっ、冷たいな、もう。やっと起きたか、ちーちゃん。雪だぞー、雪ー。雪？してよ、もう。さぶい。今日はクリスマスイブ。重いわ、ボケ。こういうのは男の仕事ちゃうんかい。これじゃ雪だるまの逆立ちだよ。逆立ちして見てみれば。はいはい。チーたちもこっち来て雪かき手伝って。叩け。聞こえますか。姉ちゃん助けて。無理無理無理です。ここまで来るのに何時間かかるか。助けに行くべきか、行かざるべきか。よし。なんだよ。鏡餅。はあ、もうクリスマスなんだからね。これ綺麗。クリスマスツリーみたい。本当ですわ。それ南天って言うんだよ。南天？そういえばお花屋さんで見たことありますわ。お正月に飾りますでしょ。そうそう。ねえ、この赤い実って食べられる？食べられるんじゃない、みっちゃんなら。いただき。どういう意味だ。なんかうちは全然クリスマスっぽくないんだよね。ツリーとかも飾らないし。姉ちゃんちはね、お家の外にも飾り付けの電気がついて、ツリーも大きくてすごく綺麗なの。いいな。そうなのか。ママの趣味で毎年飾るんですけど、派手でちょっと恥ずかしいですわ。あー、しんど。のぶえお姉さま。お姉ちゃん湯気出てるよ。さあみんなで温まろう。やあかんか、私の頭は。雪かきしてきたから暑いな。チーム遊んでばっかいないで大掃除しな。もういくつ寝るとお正月なんだから。その前にクリスマスだもん。くっ、何がクリスマスだか。できた。もしかしてサンタクロース。うん。みんなはサンタさんに何お願いしたの？クリスマスプレゼント。あ、私新しい服買ってもらうもんね。え、買ってもらう？そっかそっか、まつりちゃんまだサンタを。あら失礼、足が滑りましたわ。みゆちゃん大丈夫？ね、まつりちゃんは何をお願いしたのかな。私はハリポテの本が欲しいって。そっかそっか、ハリボテか。ハリボテじゃなくてハリポテ。こら、冷たいの我慢してんだから突っ込めよ。アナちゃん、中でココアでも飲む？いただきますわ。ココアに誘えよ。わあ、いたろ。その突っ込みは古い。先に上がってて。わかりました。お？ねえちー。あ、あんたら何やってんの。リコちゃんハウス、懐かしい。私はまつりちゃんに付き合ってるだけですので。みっちゃんが下から持ってきたんだよ。せっかく片付けてんのに、なんでまた持ってくるかな。うちのリコがお世話になってます。うん、はいはい。リコちゃん、ご飯ができましたよ。わー、おいしそう。ただいま。
今日はクリスマスイブだったね。はい、パパ。うちには煙突があってよかったな、リコ。煙突がないとサンタは入ってこられないからな。ところで、お友達のまつりちゃんの家には煙突がないんだって。パパ、それじゃサンタは来れないぞ。あのね、窓の鍵を開けとけば大丈夫だって。サンタさんは窓から来てくれるから。それはサンタじゃなくてね、あなた。先にお風呂はいかが。ま、どうせサンタなんて。うわあ、ギブギブ。あの、何？もしかしたらミュちゃんの家にはサンタさん来ないの？うちはね。私は、6歳の時にサンタに勝ったから。勝った？どういう意味ですの？最初は3歳の時、信号頼んだら懐中電灯3本届いて、4歳の時温泉頼んだら人を巡り温泉セット、5歳の時そして6歳のクリスマス、サンタが降参した。ミュちゃんの望みは大きすぎて私の手には負えません。これからあなたへのクリスマスプレゼントはお父さんお母さんに代わってもらうことにしました。ミュちゃん、あまり困らせないであげてね、サンタより。口ほどにもないサンタだよね。クリスマスに信号なんか、サンタも大変ですわ。ミュちゃんかわいそう。うちにサンタが来なくなったのっていくつの時だっけ。ただいま。ん？お姉ちゃん、サンタクロースいないって本当？嘘だよね。いるよね、サンタ。チーも覚えちゃいねえよな、あんなこと。ねえねえ、信枝お姉ちゃん。ん？なんか意味あんの？これ、まつりちゃんに本物のサンタを見せてあげるんだろうが。偽物じゃ。眠いよ。頑張れ、すぐ終わるから。行くぞ。でもサンタはともかく、私たちがこの格好する必要はあるんでしょうか。っていうか、なんでこんな服一式持ってんのよ、みっちゃんは。何照れてんだよ、もう。お姉ちゃん、人来たよ、人。だってって何さ。もう意地悪。ラブラブカップル接近中。
別にいいじゃんか、悪いことしてるわけじゃなし。やだよ、恥ずかしいって。うわ、出た。なんだこいつら。うわ、かわいい。サンタクロース、なんかのイベント。はあ、実は街行くベストカップルにハワイ旅行をプレゼントする企画で。本当？ちょ、嘘です嘘です。ねえ、何してんのこんなとこで。いや、別に。バイトでしょ。時給いくら？クリスマスなのに遊び行けなくて大変だ。うっせえな、何でもいいじゃねえかよ。うわ、怖。聞いてるだけなのに怒んないでよ。行こうか、シングルはすぐひがむからな。あ、行っちゃった。え？さっさと別れちゃうよ、バカップルが。ほんで、行くか。お姉ちゃん、八つ当たりもほどほどにしなさいよ。窓、ちょっと開いてる。本当にサンタさんが入れるようにしてるんだね。寝てるなぁ、ぐっすりと。お姉ちゃん、プレゼント。お、おサンタ、例のもん出せ。へい。ベタなボケは許さん。さて、あなたが落としたのは鉄道道、この二つのピコピコハンマーの。どっちも知らんわ。ハリポテ、ハリポテ。あ、お姉ちゃん、ハリポテもう置いてあるよ。あ、お、同じの。そういえばまつりちゃん、サンタさんにお願いしたって言ってましたもんね。そっか、考えてみりゃ当たり前。ああ、無駄足。うるさ。あ、サンタさん。よし、行け、サンタ。買ってんだ。メリークリスマス。冷たい。あのね、あの、それまつりちゃんが欲しがってた本、プレゼント。ありがとう。ごめんね、起こしちゃって。じゃあ私たちはこれで。まだ仕事があるので。うん、頑張ってね、サンタさん。はい、おやすみ。まったく、私は何やってんだか。のぶえお姉ちゃん、トナカイがあんなに喋ったらサンタのセリフないじゃんかよ。結局プレゼントも渡せなかったな。うっさいな、どうせダメダメサンタだよ私は。でもまつりちゃん嬉しそうでしたわ。寝ぼけてたしね。とりあえずサンタの夢を守れてよかったよね。何言ってんだ。後ろで見てただけのくせして。何よお姉ちゃん、プンプン怒っちゃって。いつかはバレんのに、こんなことして引き伸ばしても意味ねえよな。アナちゃんはさ、サンタさんがプレゼントくれるっていくつの時まで信じてた？私ですか？忘れちゃった？いえ、ずっと前、イギリスのおばあちゃまがサンタクロースだったの？黙ってなさい。私、ちっちゃい頃おばあちゃまに聞いたことがあるんです。サンタはいるの？そしたらアナはどう思うって。私がいると思うって答えたら、おばあちゃまは笑って、サンタはいたりいなかったりするけど、いるって信じる人のところにはちゃんとやってくるんだよって。ふーん。で、結局いるってこと？いないってこと？
そう言われましても、私にもよくわからなかったんですけど、いるとかいないとかじゃなくて、きっと誰かの信じる気持ちがサンタを生むのかもって。もう一つ説得力に欠けるかな。何がしたいんですか、ミュウさんは。要するに、信じてる人のところにサンタは来ちゃうってことでしょ。ああ、来ちゃう来ちゃう。てか、行っちゃうね。あ、どうしたのお姉ちゃん、壊れた。さあ、風邪ひかんうちに帰るぞ。あ、ちょっと待ってよ。おぶってけ。危ない。また積もってやんの。はーい、雪かきチーも手伝え。チーってもういねえし。ったく、なんでいつも私ばっかり。あれ、スコップは？ん？あいつらバイク出せないっつも。決まってんだろ。こんな早くから珍しいね。何かあったんでしょうか。そういえば、こないだの朝かっこいい人見かけたとか言ってたっけ。なんじゃそりゃ。それって恋人候補ですか。無理無理。このようにして何事もなかったかのように季節は繰り返すわけだが、脇目も振らずか刺さずか廊下に立ってろ。え、嫌です。この前借りたイギリスの絵本すっごく面白いね。そうでした。私にはチンポンカンタ、いいや、ちょっと物足りなかったですけど。そうなんだ。あ、まつりちゃんが貸してくれた本は面白かったですわ。我が輩は猫でした。猫である、そうでしたっけ。そういえば、のぶえお姉さま今頃どうしてるんでしょう。うん、どんな人なのかな。やめた。買い食いは禁止でしょ。だいたいみっちゃんもう今月のお小遣いないんじゃなかった。そっか、じゃあいいや、ちーちゃんのおごりで。なんだよ、おごんないもん。先生、ちーちゃんが宿題移させてくれないし、買い食いでおごってくれないし、
くづくいい度胸だな、松岡。忘れかけた